Let's do it!いや、俺の名前はマイケル・アラモード。ビートマニア 2DX 初めての君、こんにちは。今日は俺と一緒に楽しくスタディしていこうぜ。よろしくな。それじゃあまず簡単にビートマニア 2DX の遊び方を説明しよう。このゲームは7つの鍵盤と1つのターンテーブルを使ってビートを刻んでいくゲームなんだ。上から落ちてくる音符に合わせて鍵盤を叩いたり、ターンテーブルを回すだけ。どうだい、シンプルだろう。左右のレーンに落ちてくる音符が赤いラインに重なるタイミングで鍵盤を叩くんだ。白い音符の時は白い鍵盤、そう、7つの鍵盤のうち下に並んでいる4つの鍵盤だ。まずは俺が手本を見せるからよく見ていてくれよ。どうだい、わかったかい。それじゃあ次は君が実際にプレイしてみよう。 Let's do it!どうだい、うまくできたかい。青い音符の時は黒い鍵盤、そう、7つの鍵盤のうち上に並んでいる3つの鍵盤だ。まずは俺が手本を見せるからよく見ていてくれよ。どうだい、わかったかい。それじゃあ次は君が実際にプレイしてみよう。 Let's do it!この赤い音符の時はターンテーブルを操作するんだ。ターンテーブルを左右のどちらかの方向にキュッと回してくれ。こいつがスクラッチだ。覚えといてくれよ。まずは俺が手本を見せるからよく見ていてくれよ。どうだい、わかったかい。それじゃあ次は君が実際にプレイしてみよう。 Let's do it!どうだい、うまくできたかい。タイミングよくプレイできるとグルーブゲージが上がっていくぞ。タイミングがずれていたり音符を見逃すと It's so bad、 グルーブゲージが減ってしまうから気をつけて。グルーブゲージが赤に届いている状態で曲が終わればステージクリアさ。それじゃあ今回スタディしたことを復習してみよう。 Let's do it!これがビートマニア 2DX の基本的な遊び方だ。どうだい、楽しんでくれたかな。大切なことは音楽を感じることだ。見て、聞いて、そして感じてくれ。それじゃあ今回はこの辺で。次はいよいよ実際に曲をプレイしてもらう。頑張ってくれよ。またね。